タイを切っていきます。クラチップスでギブス、クラダイの燻製、皮目を下にしました。10分ぐらい燻製します。完成です。今が旬の桜鯛料理、たくさんご用意しております。ぜひ皆さん食べに来てください。待ってます。